ジャワ文字はブラーフミー系文字の一種でインドネシアのジャワ語を表記するための文字の一つ。左から右へ書かれるアブギダでバリ文字とはごく近い関係にある。伝統的にジャワ文字はヤシの葉に書かれ、それを綴った書物はロンタールと呼ばれる。1945年頃までは普通に用いられていたが、その後は国語であるインドネシア語の影響を受けて衰えた。現在、 ジャワ語は主にラテン文字で記される。ジャワ島ではパンラバ文字で書かれた5世紀頃のサンスクリットの碑文が残る。また、カビィ語と呼ばれる文学語が発達し、これを表す文字をカビィ文字と称するが、すでに8世紀にはその特徴的な形が見られる。ジャワ文字はこのカビィ文字から発達した文字の一つである。ジャワ文字はジャワ語の他にサンスクリット、サンスクリット化したジャワ語。 寸断語、佐作語にも使われるほか、カビ文字の本字にも使われる。ジャワ文字の新印字は二十文字から構成され、インドの多くの文字と同様、単独では、ボイムエーが後続する。その並び順は独自のもので、最初の五文字からハヌカラカとも呼ぶ。五文字ずつ順に読むと、ハナカラカ、データセワラ、パダジャヤニャ、マガバスンガとなり、ジャワ語で、死者と死者が戦ったが、 腕前は互角であり、二人とも倒れて死んだという意味の文章になる。いくつかの死因は固有名詞中で使うための別型を持っている。死因時に A 以外の母音が後続するときには母音記号を加える。母音時は AIUEO の5種類がある。母音が後続しない場合にはパンクと呼ばれる記号を加えるが、他に音節末死因を表す専用の記号が4種類ある。 シーン結合はシーンを縦に並べて記すが、下につく結合型は単独の文字とは大きく、形が変化することが多い。2010年のユニコードバージョン5.2で、基本多言語面の UA980AQDF に追加された。文字の並び順は、ハヌカラカではなく、インドの伝統的な順序になっている。ありがとうございます。